16日に告示される別府市長選挙に元別府市職員の小手川雄一さんが立候補すると表明しました。まだその、長野市政において、されてない部分があるのではないか、そのことに思いが至りましてですね、今回立候補を表明させていただく場とさせていただきました。小手川雄一さんは元別府市の職員で、23日に投開票される参議院大分選挙区補欠選挙への立候補を表明していましたが、その後断念しています。市長の給料の引き下げや格差の是正、別府を世界一の観光地にすることなどを話しました。別府市長選にはそのほか現職の長野康弘市長が立候補を表明しています。別府市長選は16日告示、23日投開票です。